注文受付期間は10月1日木曜日から10月6日火曜日、お支払い期限は10月11日日曜日とさせていただきます。商品到着は締め切り日から約10日から2週間前後となっておりますので、よろしくお願いいたします。しゃあ京都へおいです。どうも、ミスター京都アッキーです。今日はね、市場宮やってきましたよ。ほんで今日は新店舗、9月の4日に市場大宮、三部通りを上がったところにオープンしました。串スタンド、はい、こちらです。串スタンド、こちらに初潜入乗り込んできました。今日はほんでもう一人スペシャルゲストを呼んでます。俺の友です。はい、おらけた、おらけたぞ、まるまるまるです。よっしゃ、レイアムロー。はい、今日は久しぶりにまた2人で飲んでいくから。ほんまにこれも新店舗やしね、楽しみやね、楽しみ。よし、ということで今から乗り込んでくるぞ。乗り込んだ、よっしゃ、行くぜ。ゴー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 、トリプルゴー、レッツゴー、キュース、ぐるぐるぐる、回るぜ回るぜ、イエーイ、回るか。行ってきます。行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。四条宮の三部通りをこう上がったとこなんですけど、串スタンド、串スタンド、はい、初潜入してきますけど、9月の4日オープン。いいでしょこれ、安いね。しゃ、ということで撮影許可もいただいたんで乗り込んでいます。じゃあ、中央札幌生一杯目はね、生ビール。おっしゃ、おい、まるまる、まるまる、おい、まるまる、おい、おい、生や、はじめは、おっしゃ、恒例の、行くぞ、行くぞ、恒例の、行くぞ。じゃあ、ということで、生ビール、よし、生ビール行くぞ。おっしゃ、行くぞ。生ビール、おめでとうございます。うめえ、よっしゃ、うめえ、最後。生いくんか、まだ生じゃん。俺プレーン、腹パンパンやな。プレーン、これ400円。よし、2杯目。よっしゃ、おら、行くぞ。よっしゃ、もう飲んどるから。飲んどる、もうガンガン行くよ。これ行くぞ。これはちょびちょび行くよ。一気も無理やわ。ほんで俺ここ串カツ屋さんかなと思ってたけど、なんか串焼きや、串焼き、はい、いろんなあるわね。サインにも店あるみたいわ。楽しみやね、いろんな楽しみや。二人でちょっとおしゃれな頼んでね、アヒージョとか、はい、おっさん二人が、おっさん二人が、おっさん、おっさん。一発目来たぞ。牛ハラミ、塩とガーリックソースから選べるんやけど、今日はね、ガーリックソース頼んでみたぞ。うら、これ見てください、うまっすやろこれ。これね、安いっすよ、250円。250円でハラミ、あれだとハラミやな、ハラミと俺もハラミ、気が合うね、気が合うね、当たり前ハラミ、ハラミハラミ、ハラミ。よし、ということで、ダブルでここで行こうや、行こう、ここで行こう。よし、チーン、チーン。よっしゃ、ハラミ安いっすよ、これ250円。いただきます。いただきます。うまっ、分厚い、めっちゃ分厚い、うまっ、うん、で柔らかい、うわ、マジで、うん、見てるか、アップ見るんか、これ、うん、これほんまごっついよ、これ、まあまあ
ごっついハラミが2つついてる。バーリック風味で、めちゃくちゃうまいわ。それが2つ。うん。うまいわ。これは酒に合うで。これ宇治抹茶。うん。宇治抹茶サワー。えらいまた変わった言うてんだ。そうやろ。京都は宇治やろ。宇治抹茶。抹茶やろ。これプレーン。しょうまいやつやろ。俺はもうビールプレーンっていう流れが決まってんの。いけるわ。うまい。抹茶うまい。飲んでみる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 。おぉ、うまいな。うまいよ。もうほんま、宇治茶の味や。そのまま宇治茶の味。このおっさんね、ほんま。結構街でも声かけられるらしいわ、最近。ほんまに。まるまる。うまっ。続いてね、これね、豚バラと、豚バラはね、もう大好物なんでね、あれは京都池田豚でしょ、池田豚ですよ、はい、京都の。絶対うまいでしょ、これ。ほんで、塩コショウ、柚子コショウ、おろしポン酢、練り梅、スイートチリから選べるんですけど、俺は塩コショウですよ、はい。よし。ほら。何言うたん？あとね、これ実は。タン。これ豚バラ。タン刺し。うん、刺しめちゃうから。タン刺し。え、タン刺し？面白い書いてる。タン刺しや。タン刺しや。ボイドルは。うん、これタン刺しかも。これこれも。塩つけてくる。これ塩。麺は250円。ちょこちょこっと。すべてが安いわ。タン刺しも250円。いただきます。うん。まい。飲み込みたくないね。たまらんない。豚の甘み、脂の甘み、最高。タンのコリコリ感がすげえ。これでもね、あの串カツやってまあまああるけど、こういう串焼きやって珍しいね。珍しい。ほんまええわこれ。新鮮で安いし、安いし新鮮で、いろんな肉の種類があるし、最高やで。おい、何まで変わってんねこれ。何回乾杯するの？何杯だもんね。俺は飲むぞ。いいな、この安い。バイスター、バイスターはバイスターはまたそれスッキリ。おっさんが女の子みたいな飲みやがってよ。おい、なんかちゃんけど、しそしそしそ風味。もう男はね、もう普通の飲まなあかんねん。ほんまにもうビールとかウイスキーとか焼酎とか知らんけど、うまいわ。これもう女性見てるかもしれないから、こういうのはやっとかなあかんねん。あっきも女性人気取るんかい。当たり前。はい、続いてね、アヒージョ。アヒージョバケット付きやで、これ。はい、アヒージョ。俺はエビ。俺エビ。俺はこれね、これマッシュルーム。マッシュルーム、シンプルマッシュルーム。マッシュルーム、マッシュルーム。女子力、高みを持って。女子力。でもこれいいよね、バケット付きで。これ200円とか250円やん、これ。ねえ、これ。お買い得。ねえ、お買い得、お買い得。お買い得。よし、行くぞ。いいよ。よし。行くぞ。アヒージョ。エビ。うん、うまい。エビ、エビプリプリ。うん、これ、うん、いやー、なんだろう、マッシュルーム。よく、ニンニクの香りが効いてうまいわ、これ。マッシュルームで、バゲット付き、これ。うまい。最後、うまい。これうまいわ、珍しい。うまい、うまい、うまい、マジでうまい。うん、これ、これで。バイト。で、プレー。うまい。酸っぱくてうまい。うまいよ。で、俺は取りてえ。からしポン酢、からしポン酢。ほんで、アムロちゃんはこれ、これ何番？何番？200円。200円。これ150円。これ150円。150円。安いやん。これに、これが、ソースがかかったんが、そうなんだ。そんな感じやな。ソースがかかったんが、チキン南蛮。そんな感じやな。よっしゃ。よし、よし、食うぜ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 。これ。よっしゃ、160円。うまっ、うまっ、うまっ。チキンもふわふわや。うん、サクサク、サクサクふわふわ。マジで、こうもサクサク。うまっ、最高。じゃあラストはね、肉じゃなくて魚いくぞ。はい、こちら、サワラの西京焼き250円。ほら、こっち行こう、こっち取って。俺珍しいやろ、これ。サワラの西京焼きまで食えねえで、これ。よっしゃ、いただきます。西京焼き、行くぞ。うん、
これはね、何食ってんの、何食ってんの、これはカマンベール、カマンベール、これうまいわ。これはね、うまそうやね。あのね、宿、旅館に泊まりに行った時に朝飯に出てくるやつですよ、最強焼き、これうまい。カマンベールいただくぞ。これもう天ぷらやで、珍しいよね。珍しい、珍しい、カマンベール、うん、これもうめっちゃうまい、うまい、京都らしい、うん、これ250円、安い。あ、まあ、サクサク、これもサクいいね、うまっ。あー、ということで飲んでいくぞ。はい、あらっしゃいいんかな、これ入り口の前に貼らせていただきます。マスターありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございました。うわ、ということでごちそうさまでした。よかったな、いいな、ここ安いし、うまいし、ほんで串カツや思ってたらちゃうねん。何でも串に刺さってね、刺さってる、焼きやな、お好み焼きやらシューマイもあって全部串に刺さってね、刺さってる感じだね。アヒ、アヒージョも串焼きや、アヒージョガリガリうまかった、よかったね、また来ようや。そうやな、うん、皆さんぜひ四条宮にこういう感じで、安い串焼き屋が現れましたんで、これぜひお越しください。店長も一緒やったしね、最高。ということでごちそうさまでした。ごちそうさま。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆さん、下待って、下待てよな。ご視聴いただいている皆さん、お疲れ様です。あらっしゃー。あらっしゃー。あらっしゃー。あと回っとくわ。